皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、困ったことは神様からの成長のためのギフトであるというお話をしたいと思います。実はですね、このお話をしようと思ったきっかけっていうのが、私、あるメルマガを撮っていて毎日届いているんですけども、その中のメルマガでですね、斉藤ひとりさんっていう方のですね、言葉を引用して、お話をしているものがあって、それを読みながら、ああそうだよねって思う共感の部分と、あと私の体験と、あと私のクラウドさん、生徒さんの体験を含めて、教室の先生なしは、教室の先生ではなくて授業をやってる方でも構わないんですが、その方たちがこういう心根でやると困ったことがなくなるっていう、そういうお話を今日はしたいと思っています。はい、まずですね、その困ったことっていうのは、どういうことなのかっていうと、その人が困ったと思っていることっていうのは他の人から見ると大したことがないっていうケースとかも結構あったりするんですね。だから困りごとっていうのはいろんなシーンとかいろんな状態とかあります。自分の中ではどん底とか、もう非常に辛くてどうしようもないっていう、困りごとっていうレベルよりもかなりこう心身ともに傷つくとか落ち込むとか、それぐらい のしんどいような話とかもあるんですけれども、それってでも引いた目で他人から見た時にそれと同様の気持ちっていうのは感じることができるかっていうと、その人にとってはそれぐらい重たい話だったとしても、違う人にとっては大したことではないっていうことも結構あったりするじゃないですか。だから人ごと、他人ごとって書いて人ごとって言いますけどね。そのメカニズムが あるんですね。これがあるとですね、マインドの部分でですね、教室授業とか、いろんな授業をしていく上で、こういろんなことに心がぶれて、モチベーションが下がるとか落ち込んだとか、こんなこと言われちゃったっていうことで手が止まる方とかの、推進力が止まらないようにする、考え方の一つとしてお伝えしたいなっていうふうに思っていることがあるんですけどね。まずそのメルマガの方の斉藤ひとりさんの言葉を引用するとですね、私はとても幸せなのですが、それは困っていないからだと思っています。だから明日のことを心配したことがありません。もちろん心配事はありますが、あっても大丈夫なのです。というのは私はついているからです。ついているから困ったことにならない自信があるのです、っていうふうに書いてあるんですね。で、そのどういうふうに事象を捉えて考えるかっていうことが、その後いろいろと書いてあって、私も基本的についている人だと思っているので、一見不幸そうに見えるっていうか残念そうに見える事象でも、全てそのことには意味があるっていうか、いいことに転換するための意味があるっていうふうに私は思っているので、基本自分はついているっていうふうに思ってるんですよね。だからそのひとりさんのところにも書いてあったんですけれども、私の知り合いがあるとても高価な水晶の数珠をなくしたそうです。その時その人はきっとあの数珠が私の役を払ってくれたんでしょう。私はついているんだと考えました。しばらくするとトントン拍子に仕事が舞い込んできて大成功したそうです、っていうふうに書かれてるんですけど、私もなくすものとか、人間関係的に言うととても大事な人と別れるとか、そういうこととかもあります。お仕事のパートナーとかでね。でその時はね、確かに辛いんですよ。確かに辛いんですけれども、大抵その後に例えばもっと素敵なビジネスパートナーに出会ったりとかですね、何か大事なものとかをなくした、その金額的にも結構大きいもの、めったに私なくすってことないんですよ。なくすってことないんですけれども、ある時やっぱりちょっと袋バッグごと多分タクシーなのかなみたいな、置いたのかないやみたいなこととかもあったりした時も、その後それ以上の仕事が入ってきたりとか、なくしたりとか失ったりっていうことに対しては大概いつもそれ以上のことがあるので、実際財布も落としたことあるんですよ、大阪とかで。財布も出てこなかったんですけど、でもそれはきっと現金も何万円か入ってたから、
届け出られなかったとして、全部カードとか全部止めたので悪用はできなかったと思うんですけれども、その時のね、その人の何か生活の役に立ったんだったら、それはそれでいいかみたいな感じで考えていて、そのお財布自体はねなくなったんですけれども、その時もしかして私がかぶるべきであった違う災難とかですね、それをお財布が代わりにかぶってくれたんじゃないかとかね、思うと、基本私はお財布なくしてもそんなに、いや、残念は残念だったし、大変だったんですけど、そこまで別に落ち込まなく、淡々とカードを止める処理をしたりとかですね、その後免許証の、また再発行の申請したりとか、なかなか大変でしたけれども、いろいろその中からまた教訓があったりとかですね、カードの枚数持ちすぎるのはやめようかとか、持ち歩くのはとか、これに絞ろうかとか、いろいろこう整理とかもしたりとかですね、したりしたんですよ。なので、その基本ついてるっていう考え方が、あるので、何があってもそれはきっと意味があり、そして私はさらにこういいことがあるぞってやっぱり思うタイプなので、一見人から見ると悪いようなことが起こっているふうに見えたとしても、私の中では次にもっといいことがあるっていうふうに思っているんですよね。だから例えば、何でしょうね、それこそ何かなくすとか失うとか言うと、必ずそれ以上に素晴らしい人と出会ったりとか、いい仕事とかが入ってくるので、そこはね、私全然心配してない。だから自分はついてる人だっていうふうに思ってるんですね。で、例えばの例がまた載っていたりするんですけれども、基本的にはついてる人にはついてることしか起こらないし、ついてない人には悪いことばかり続くっていうことがね、あるんですけれども、例えば会社とか奥さんの悪口ばっかり言っている人とかがいて、その人ある日突然奥さんがもう離縁っていうことで家を出て行っちゃったり、会社が翌日倒産してとかっていうものは、実際にある話っていうことで、その現実をその人の力だけで起こせるものではないんですけれども、やはり念とか波動っていうのは伝わるものがあってですね、自分がそういうふうに思っていると、そういう環境と世界を作ってしまうっていうところはあるなというふうに思ってるんですね。だから困りごとっていうのは基本本人が見えている本人の世界で作られているものだっていうふうに思っていて、世間一般の人から見た時に困ってるように見えていても、私が困ってなければそれは困ってないことになるし、世間一般的に困ってないように見えることでも本人が困ってると思えばそれが困ってることになっちゃうんですよね。だからその事実を理解しないとですね、例えば、生徒さんがどんどん少なくなっていく、やめていくとか、キャンセルしていくとかっていうふうになってる時に、例えばその事象に執着しようとすると、要は人が減っていくっていう恐怖ですね、ここに執着してしまうと、なんでその人は辞めてしまうんだろう、なんで私のところの口座をいあのい辞めてどこかに行ってしまうんだろう、なんでこの人はキャンセルするんだろうっていう、なんでなんでっていう、こう自分の内側の方に要因を求めてしまう傾向があるんですよね、そういう方の思考っていうのは。それは私の思考で言うと、例えば辞めるとか離れるっていうのはご縁が切れる時、要はだから卒業の時っていうか終わりが来る時、人間関係ですね、長くそれは続けたい、仲いい人っていうか懇意にしてる人とはすごく長く続けたいんです。続けたくても、何かの都合とか、その本人の成長度合いとかが変わってくると世界が変わってきてしまうので、その人とは付き合えないことになってしまう時もあるんですよね。だからそれをその環境に甘んじてそこにずるずるいると自分も成長しないし、相手も成長しないっていうことになった時には道を違えるっていうこととかもあったりするので、教室においても、生徒さんが単純に飽きるっていうこともありますしね。だからそこは基本執着しない、追いかけないっていうスタンスを持ってれば、辞める時が来たとしてもですね、快くというか、さようならの時期なんだなって言って
さよならって言えばいいだけだし、あとキャンセルする人に関しては、まあ、キャンセルする事情と理由があるので、物理的なこうキャンセルチャージはいつまでにいくらとかっていうので、まあ、お金で解決する方法で自分が納得いくような形であったとしたら、まあ、その人がそのお金を払ってキャンセルする権利を当然持っているわけなので、まあ、キャンセルすればいいわけで、その自分のレッスンは、そのキャンセルする方の都合ほど大事には思ってもらえない程度のレッスンなんだっていうふうに自分が思ってしまうと、まあそういうレッスンなんだっていうふうに自分が思ってる状況を引き起こすことになっちゃうから、ますますキャンセルされたりとかですね、ますます人がいなくなったりとかすることを引き寄せてしまうんですね。だからその時ってね、多分入れ替えの時期なんですよ、生徒さんが。おそらくそれか、神様からのギフト、成長のためのギフトっていう風に捉えると、今のレッスンのやり方だともうダメなんじゃないのっていうことで人が離れていく風に事象を作ってくれてるかって思うと、まあその人が考えなくてはいけないのは、まずまあ執着はしないことっていうことからすると、離れていってるっていう事象を次の新しい人が入ってくる、そういういい機会チャンスだということは、新しい人に向けてどういうレッスンを作ったらいいんだろうとかっていうのを考える、リニューアルするいいチャンスなんですね。大概既存の人が長くいらっしゃるような先生っていうのは、人気なだけになかなか新しいそのレッスン作ったりとか新しい授業を立ち上げられないんですよね、その人たちの顔がちらつくから。でもそういう人たちがどんどんいなくなるっていうことは、やっぱり新陳代謝活性化っていうことを考えると、やっぱどうしても必要なので、それを自分の中でですね、なんで私のレッスンはそういうふうに人気がないんだろうとか、ダメなんだなとかっていうふうに自分が思ってしまうと、結局そういうダメなんだなっていうふうに思うようなタイプの人間が来てしまうんですよね。だからそこはそこでさようならっていうことで、新しい人が来るように、じゃあどういうふうにやっていこうっていう形でワクワク考えるっていうことですね。だから自分の中で困ったことを、困ったこととか辛いことっていうふうに捉えないっていうのが、多分大事なんだろうなっていうふうに思ってるんです。自分がものすごくものすごく辛いと思ってることでも、他人から見ると大したことじゃないこともあるんですよ。だから例えば私はいろんなクライアントさんからの、こういう変な生徒さんがいてとか、もうキャンセルばっかりよくしてとか、こういうこと言われちゃってもうこの人どうしましょうみたいな相談とかもよくされます、されるけれども、そういう人とはもうそもそも波動が合わないっていうか、その状態を無理に続けていくことの方がストレスが多いはずなんですよ。であれば綺麗さっぱり手を離して切っていく、さよならっていうふうにしていく方が、多分ご本人にとっても相手の方にとっても変な得裁がない形で終わる方がいいんですね。だからそれをどうしようとか、なんで私がとか、こんな人はどうしたらいいのって思うから困りごとになるのであって、いいきっかけだったっていうふうに思ってさっぱり手を引くっていうことをしようとするのであれば、それ以上別に思い悩む必要もないんですね。だからしかもそれに対して相手がどう思ってたかとか、どんな思いで自分にそういうことを言ってくるんだろうとかっていうのも考える必要がなくてですね、相手の気持ちと考え方っていうのはあなた本人ではないので、いくらいくらそれをおもんばかっても価値観が違う人なんで違うんですよ。私だったらこう考えるのにとか、私だったらキャンセルしないのにって言っても、その人はキャンセルするタイプの人なんですよ。そしてやめていく人なんですね。だからその考えがやっぱり合わない、その思いを受け取ってくれる人っていうのは必ずいますので、その人に向いてきちんとサービス提供していくっていう方がいいので、席が一席空いたことをラッキーと思った方がいいですね、詰め詰めでやられているような仕事の場合には。じゃあ今私そんな少ないのにそういう人が一人いなくなるっていうふうにもしも思ってるんだったら、やっぱりその考えは改めた方がよくて、少ないのかもしれないけれども自分にとってお客様でないと思える人はいない方がいいんですよ、基本的に。だからそれは相性の問題なので、その人だけが悪いわけでもないし、その先生だけが悪いわけではなく、タイミングと相性の問題なんで思い悩む必要もないし、それが去っていくっていうことであれば、
卒業ですねっていうふうに捉えればいいだけなので、それで落ち込んだりとか、あと思い悩むと自分の方の神経がすり減らされていく形になりますのでね、その捉え方っていうのはもう自分がその困りごとを作ってるぐらいに思った方がいいですね。困りごとがない、それこそついてるラッキーっていう考えで全部済むのであれば、おそらくそれは全然困りごとにはならないので、でもう一つは、まあ、神様からのギフトというふうに捉えるのであれば、今変革の時期なんじゃないのか、人がそうやっていなくなっていくっていうことは、何かを考え直さなくちゃいけないんではないんですかっていうことが事象として現れてるだけっていうふうにね、考えるといいんじゃないでしょうかね。なぜ私がそういうことを言えるかっていうと、私自身が、開業3年目で予約が全て1ヶ月止まったことがあることを経験しているからです。順調にやってきて、計算も全部やってきてやったのに、全く予約が入らないっていう経験をしたことがなかったので、その時本当心底焦りましたよ、びっくりして、でその時に、でもその状況を作っているのが自分っていうことが分かった瞬間に、対策とかいろいろやってたことが全てうまくいくようになって、逆にそこから約70日間ぐらいずっと予約が毎日入り続けるっていうことを作ることができたので、その止まった瞬間に全てのことを全部変えたんですよね。システムとか内容とか、こういうものでこういうふうな対応にしていこうとかって言って、かなり180度とは言わないですけれども、まあかなりの変革と転換をやって、まあ、それがその後の礎になって、経営基盤の作り方とかから根底から変えましたからね。ってことは、それを気づかなくちゃいけない時期だったから予約が全て止まったんですよね。でなければ私順調にいっちゃってたんで、そんな抜本的な改革とか大きな改革なんか多分しなかったはずなんですよ。だからその時はめちゃめちゃ辛かったですけれども、何か考えなくてはいけない時期なんだ、要は予約が止まるっていうのは止まるだけのことをしているっていうことを自分が自覚して、次に何かを手を打たなくてはいけないっていう、その、まあ、きっかけになったのはその予約が止まるっていう事象として現れたりとかしたので、その時にどう捉えるかですよね。うわ止まっちゃった、私ってもう皆さんに好かれてないんだわっていうふうに落ち込んだっていうあれではないですね。ただレッスン内容とこの事象を二度と繰り返さないためにはどういう運営をしていったらいいんだろうっていうのを、ものすごく、まあ、コンサルタント の, 師匠の言葉とかもやりながら、自分で考えながらもがいてもがいてやって改革をしたっていう感じなので、何か警鐘が来てると思った方がいいですね。自分の中で、ああ困ったかなっていうふうに思えるようなことがもしあったら、まあそれを困りごとじゃないっていうふうに思えるのが本当は一番いいんですけれどもね。はい。なのでちょっと最近ですね、そういうこう自分の心の中でそういう人がいて困ってるんですとか、落ち込んじゃうんですっていうご相談を受ける系が多かったんで、まあちょっとそんなことを話してみようかなと思ったんです。私にとってはその人の困りごとっていうのは別に困ってるような内容レベルに見えないんですよ。考え方変えれば解決するだけの話だから、本当に困ってるっていうのはもうそれこそ私みたいにですね、全ての予約がピタッと止まって全然入ってこないみたいな、そういうのは本当にちょっと困ったなっていう感じではあるんですけど、まあそれでも私はその中でも絶対打開策はある、そしてそのために動けることは全て動く、がむしゃらに動く、やったことないことは全てやりきるっていう形で業績回復復したので、そういう底力がついた時期でもあったんで、まあ心持ち一つで状況が変わっていく、なので困りごとは自分が作ってるっていうふうに多分思った方がよくって、逆に自分が自覚すれば困りごとっていうのはなくなるということ、そうするとかなり経営とか教室運営とかそういうのは楽になってくるので、何かを見直さなくちゃいけない時には警鐘が現れるっていうことで、それは落ち込むべきものではなく、それに向かって努力をして変えていくっていうことをすればいいっていう、まあ、メッセージだと思っていただければなっていうふうに思いますので、そんなことをお伝えしました。それでは。